いろいろ私の話を聞いてくださって、すごいあれですね、初出し情報かもしれないですけど、卒業をめちゃくちゃ止めてくれた先輩の一人ですなのですごい親身に話を聞いてくださったり話してくださったりする大切な先輩ですね。こんばんは、お久しぶりです。じゃんけんも一緒に出ましたし、そんなみーきさんのプロフィール帳を皆さん楽しみに、劇場来る時とかに見れるのかな、あれ楽しみにしていただけたらなと思います。かわちゃんハートありがとうございます。かずひろさんもありがとうございます。そんな感じです。はい、今日シオンが卒業でしたね。寂しい。寂しいです、とっても。なんか今日写真撮る時とかもシオンとシオン聞き間違えたりとかあって、そういうのもなくなるんやなって思って、本当に悲しいなって寂しいなって思います。こんばんは。昨日選抜発表があって、今日ライブツアーの選抜の発表があってみたいな、ほんとダブルで申し訳ございません。ほんとに申し訳なく感じております。こんばんは。でも13周年は全員が出るので、そこで皆さんに会えたらいいなと思います。かわちゃんだるまありがとうございます。かっちゃんマイクありがとうございます。24日の昼夜申し込みました。早っ、すごい行動力早くて素晴らしい。足の調子整えてくれたよ、ありがとう。膝の感知何パー、わかんないです、何パーって言われても何パーなんだろうこれは。でもツイッターにも書いたけど、少しずつ正座したりしゃがんだり女の子座りができるようになってきてて、まあダンスの中でってなるとまたこうパパっていうこう俊敏性っていうのとかは難しいかなって思ったりとか、まあ座ります、よいしょとかだったら全然できるけど、まだなかなか厳しいなって思いながらリハビリしてます。リハビリの先生にもからもまだ OK が出てるわけでもないですし、手術してくれた先生からも OK が出てるわけではないんですが、だましだましちょっとずつやれたらなと思います。ととえもんさん、ゲーありがとうございます。シオン 100% なやそれ。どこで申し込むか、あ、なんか書いてくれてるんです方もいるんですけど、ホームページから行けます。名古屋来ないのショック、すいません、自分のポジションを考えたら選抜にはなれなかったです。膝穴をしっかり直してください、ありがとうございます。初見こんばんは。今日めっちゃ暑くないですか。お家今戻っ帰ってきてちょっとしか外いなかったつもりなのに、めっちゃ暑くてエアコンつけてるけど暑い。ひつまぶし
いいですね。チケットセンターじゃないのかなのかな、ちょっと公式サイトに今日情報が解禁されているので見ていただけたらと思います。当面班だかチームごとかと思う、そうじゃなかったです。選抜とはね書いてありましたけど、今日選抜のメンバーが書いて発表されてたのですいません。今日おといたちさん出演させていただいてます。関西の皆さんは今日夜夜中までちょっと起きててくださいね。ぜひチェックしてください。すごく近藤夏子さんお迎えしてるんですけど、すごいパワフルで面白くてすごく収録盛り上がったので、ぜひ皆さんにも見てもらえたらと思います。みんな予約しててありがとうございます。昼夜逆転生活になります。ありがとうございます。見てください、見る見るしてください、見るさん。今日久々にメイクさんに髪の毛してもらった気がして、髪切ってからは切ってからっていうかエクステを取っただけなんですけど、初めてメイクさんにそやってもらったかも、エク取ってから。そう、明日ラジコも出演させていただける予定なので、ぜひ皆様よろしくお願いします。グッジョーブ。何回目なんだろう、出演。また1回更新、記録更新伸ばせることが嬉しいなって思います。密輸バズってるね、さっき見た140万ぐらい言ってましたよね。ビビってますこんなに見てもらえるとは思ってませんでした。嬉しいです。なのであのぜひ皆さん YouTube に上げるときも見てくださいね。よろしくお願いします。いそちゃん、いそちゃんと会えて嬉しかったです。うん、はいはい。こんばんは、こんばんは。なんか今日懐かしい人からコメントとか来てる気がする。気のせい？みんな最近私にサボりすぎじゃない？ドキッてしてる人いるかもしれん。なんかすいた。えぐい？何が？こんばんは。すいません、久々に来ました。ちゃんと来てください。ふん。巨峰食べたん？いいな。イベント楽しみやね。ね。リアルイベントとオンラインが決まりまして、皆さん会いましょう。関東と関西あるみたいで楽しみですね。皆さんとこうお話できるのがすごく楽しみです。イエイ。こんばんは。
なんか他の地域の方ともお話できたらいいんですけどね。全部リアルになるかと思ってたね。オンラインも健在ということで、まあオンラインでしかね会えないよって方もいらっしゃるかもしれないので、どっちも会いに来てもらえたら嬉しいなって思います。シーパパさん、タコありがとうございます。東京で握手会、東京じゃないけど関東っていう表記やったよな。ゆきちゃんずって今いるメンバーでゆきちゃんずっているの？ゆきちゃんずって言ってるメンバーいるの？同期の村中ゆきちゃんのファンの皆さんってゆきちゃんずじゃなかったっけ？違ったっけ？幕張メッセほぼ東京ですってふふふ。関東お住まいの皆さん、千葉にお集まりください。こんばんは。対面リアルイベントあるので、もし嫌じゃなかったら来てください。オンラインでももちろん OK ですけど、ぜひ来てください。オタがやってる配信、あ、そうなの？じゃあ村中ゆきちゃんのファンの方ではないのか。うん、年下ではありません。なんか今日めっちゃ頭凝ってるんですよ。この辺が凝ってます。堀さん、この辺が凝っています。みんなの念でこの辺をほぐしてください。うん、リアルで会いたい、ぜひ会いましょう。てか絶対会ってください。よろしくお願いします。頭が凝る、肩こり、肩こりみたいな感じで頭のこの辺、頭皮が凝るんですよ人間って。うん、早く皆さんとお話がしたいですね。しおんちゃん、久しぶりに見たけど話し方変わった口回んな久しぶりに見たけど話し方変わったような。あ、変わりました？どう変わったんやろ。老けたってこと？喋り方老けたって感じですか、もしかして。こんばんは。喋り方変わったんかな、どう変わったんかめっちゃ気になるな。金髪歴何年ですか？髪の毛を染めたのは25歳の9月とかだから、もうすぐ2年ぐらい。ブリーチ、初ブリーチからは。喋り方に老けたとかあるってめっちゃ言われてるんだけど、え、なんか若さがなくなったみたいな感じかと思いました。最近北海道帰ってる、お仕事で帰った以来帰ってないので、この間お仕事は7月でしたっけ、6月か、え、7月、あ、まずちょっと経ったから忘れました。こんばんは。タイは行ってないです。
髪染めの25歳が初でした。タイ行ってないです。インドネシアも行ってないです。どこにも行ってません。大阪です。9月に北海道に帰省します。めっちゃいいじゃん。11月行く予定。いいじゃん。シオンアバターありがとうございます。赤ジャージ、オンタン今日見られてよかったわ。ありがとう、そんな風に言ってもらえて嬉しい。セイコーマートの CM 待ってます。待ってます。私も膝は大丈夫ですか。大丈夫です。多分イサちゃんめっちゃ元気あったよ。話し方前より落ち着いてます。あ、老けたってことやっぱりやっぱ老けた。 6月にエスコン、いいなぁ。まだ私行けてなくて、友達のなんかタコ船とか結構お友達たち行ってるんですよ、エスコン。だから私も行きたくて、タイミングなくて行けてないんですよ。行きたいですね。確かに話し方落ち着いた。落ち着いた？全然中身はまだまだガキンチョのままです。ベイビーベイビー。どないなった、まあね、実年齢だけで言ったらね、しっかり大人なんですね大人になりました。久しぶりに劇場でショーを見た。本当？まあ劇場公演全然出てないからね。リハビリの先生とかから OK が出たらまた出れると思うので。ゆずの時はだいぶわがままを聞いてもらったので、もうちょっと待ってもらえたら嬉しいです。大人の魅力言い過ぎじゃない。ココナッツジュース、シーパパさんありがとうございます。写真集まだ予定ないです学力バトルの茶化せまで。学力バトル確かにないんかな。また聞いてみよう今度。ないんですかって。土曜はドーム出現ですか。 No No No。久しぶりに会いに行きたいです。来てください。もっと大人になってね、ピノシェになって。なぎちゃんが卒業したがね、初30歳メンバーおちゃんの手にかかってるうんって感じです。リハビリの先生やってるんや、すごいね。でんちゃんハートありがとうございます。赤ジャージ見てないような気がする。引き出しにしまってます。膝切ることになって泣いてビビってます。泣かないで、大丈夫だよ。きっと私は内視鏡やったけど大丈夫だよ、きっと良くなる。今日は悲しいというか悔しいというかようわからんというかなんかってなったことがあって、しょんぼりミッキーだったんですよ。だから皆さんとこう会話ができて嬉しいです。ゴール裏のリハビリもしないとね。こないだしました、鹿島の試合。夏のゴール裏はサウナみたいに暑いです。こんばんは、元気出してありがとう。おんちゃかの YouTube 見て準備してます。マジ？ドライシャンプー、ドライシャンプーいいよ。ドライシャンプー、ドライシャンプーあってめっちゃ大正解やと。延長コードあるとすごく便利だった。あと近くにないな、スマホスタンド、三脚みたいなちっちゃいやつでもいいからあると便利だよ。寝っ転がりながら机置いて携帯見ながらこう動画とか見れる、こうやってとかに楽だから、お膝の手術するんだったら
きっと寝転がることも多いと思うし、延長コードとスマホのスマホスタンドと、あとお風呂になかなか入れないと思うからドライシャンプーがあるとすごく便利だったから、この3つ私はおすすめします。ハッキング動画にこの3つ入ってなかったかもしれないけど、参考にしてみてください。ぜひお願いします。MC 褒めてくれてる方いる、ありがとうございます、嬉しい。でんちゃん、だるま、ありがとうございます。塩前さん、タコ、ありがとうございます。ドライシャンプーすっきりするん、まあ気持ちかな。でも本当シャンプー膝濡らせないんだよね、何日間か。だからあるとないじゃ全然違うかも。病院が Wi-Fi 用意してるか確認した方が良いですよ。私の病院は Wi-Fi なかったけど、私 Wi-Fi 使わないで生きてたわ。毎日パッキングして、毎日見てパッキングしてます、ありがとうございます。売店ね、手術前に行ったり、手術後私ね、なんかアホやから普通に歩けたんですよ。だから普通に売店行ったりとかして気分転換してたんですけど、私の病院、入院してた病院は売店でドライシャンプーが売ってて買いました。よかったら参考にしてください。みんな最近お仕事で海外行ってて羨ましい。メンバーが羨ましいです、とっても。看護師さんビビるほど、本当にビビってました。入院中の暇つぶし、私は編集したり、なんか動画見たりしてました。なんかこれといってなんかした記憶あんまないけど、太鼓行きたい。ガールズペディア撮影私参加してません。どうみんなで応援してます、ありがとう。松葉杖生活頑張ってください。私も海外お仕事で行けるようになりたいな。インドネシア行きたかったな。タイも行きたかった。来年もコンサの試合タイでないかな、あるかな。終わったら行くとは言えないけど、行かないかもしれないけど、お仕事で行ける日が来たらいいな。ヤマハスタジアムのメロンジュースめっちゃ美味しかったからおすすめです。公演復帰したら行きます、来てください、ぜひ。シンガポール、なんか今日ねスタッフさんと喋っててめっちゃ悲しかった。なんかほんまはインドネシアのメンバーに私名前上がってたんだって。でも怪我してるからダメだったんだって。でも相談とかもなかったからさ、
それを終わってから今日その話を聞いてすごいしょんぼりした。いける曲もあるのになーって、この曲はダメだけどいけるとかがある中でそういう相談がなかったことが悲しくて、みんなが羨ましく思いました。悲しい。遠征はアイドルのモチベなる海外の仕事ってことかな。なんだろう、今やっぱ劇場とか出れないから、こうお仕事いただけることが ありがたいから、必要としてもらえてるんだなっていうのがわかるから嬉しいなって思います。まあもう終わっちゃったことだから仕方ないけど、なんか相談してもらえなかったことがショック。海外で仕事したいってずっと言ってきてたんだけどね、結構悲しかった。だからずっとタイとかアジアとか言ってきたんだけど、そういう話も大人の人たちとずっとしてきてたんだけど悲しい、残念です。だから悲しいな。最後に海外で仕事したのいつ？台湾かな。台湾でコロナ前に行けたかな。バンコクでライブしたいって話もずっと言ってます、あの方に。バンコクと札幌なんとかできないのってずっと言ってるんだけど、現実は厳しいのかな。そう、タイの方すごいフォロワー多いので、それを活かせることができたらいいなってずっと思ってるんだけど、どうだろうね。ちょっとお腹すいちゃったな。お腹空いたからご飯食べます。今日まだお昼ご飯しか食べてなくて、でももう遅い時間だからちゃっちゃと食べよ。なんか何食べよ、食べないで寝るって選択肢もあるけど、夏バテすぐするからなんか食べます。じゃあそろそろ配信終わりますね。スイカを塩も食べようかな。じゃあジュンよ読みます。いきます。伝えもんさん、塩マヨさん、シーパパさん、野原しんのすけのすけさん、電気ビリビリさん、名古屋のかわちゃん、くま太郎さん、鳥親父さん、リオさん、やわいのいちゃん、たくやさん、マッコンさん、マブさん、かっちゃん、
ありがとうございます。そして今見てくれてる方の下2桁の数字が98なので、モリンさんです。98、ありがとうございます。今日はちょっとしょんぼりミッキーだったんですけど、みんなとこうお話できたので、明日からまた頑張って生きていきたいと思います。もう言うて YouTube もさっさと作らな、頑張ります。しょんぼりじゃなくてジャンボリにみんなとできるように頑張ります。ではありがとうございました。バイバイ。またね。あれ？どうやったら切るんだ？あ、間違った。違うとこ押してた。またね。